医療的ケア児とは医学の進歩を背景として NICU などに長期入院した後引き続き人工呼吸や胃ろなどを使用し胆の吸引や景観栄養などの医療的ケアが日常的に必要なお子さんのことです。全国の医療的ケアのお子さんは年々増加傾向にあります。この10年で 1> 1万人の増加現在約2万人のお子さんがいると言われていますこの医療的ケア児の法律の中では人工呼吸器など呼吸管理や核痰吸引などの医療行為のことを取り上げていますがこういった行為が不可欠であるお子さんが学校などに在籍しているときにはドクターでなくても学校の先生など 職員のの方もそ行行為を行うことができます医療的ケア児が当たり前に保育所等にいて障害のあるなしにかかわらず明日を共に過ごし成長していく日々が描かれることを切に願うと結ばれています保育現場や教育現場におられる皆さんと共にすべての子どもが 一緒に生活することが当たり前の社会を目指したいと思います保育・教育は未来を作る仕事ですここまで見てきていただいたさまざまな医療的ケアが日常的に必要な子どもたちを受け止め共に生きるそういった保育現場・教育現場のありようは 未来の共生社会を支えることになるでしょう。